どうも、ヒューダです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ヒューダです。ヒューダです。まあ、今日はね、Tさんのうちの猫ちゃんがノルウェージャンフォレストキャットということで、祖国の言葉で挨拶してたノルウェーの言葉で日本生まれえ、あいつ日本生まれだよ。日本生まれ長県だった気がする。まあちょっと今日はね、天気はあんまり良くないですけど。良くねえなあ。まあ降っても大丈夫なんで。まあ雨が怖くてオフロード行けるか。確かに。うまいこと言います。今日見てください。え？今日僕バッグ持ってるし。どうしたんですか？今日はね。はい。今日はね。はい。泊まりなんですよ。泊まり。どこ行くんですか？いや、なんか適当に山の中にあったホテルをチョイスしたっていう。ああ、いや、なんか山の中ってなんかラブホみたいなイメージ。いや、行ったことねえだろ。まあ、遠征じゃないですけど。そう、もう県内。ああ、ちょっと九重っていうところにね、ちょっと泊まりで行こうかな。会社から補助が出るんで。そうそう。まあ、年度末、ね、そうですね。年度末でなくなっちゃうんで、じゃあ使っちゃおうと。まあ、こういうご時世なんで、ちょっと県外はね、ああそう、それは無理、ちょっと難しいんで、せめて、まあ、県でね、お金を落とそう、そう、大分県をもっと盛り上げていきたい、大分ラブなんで、俺、で、まあ、行った先で、そう、怪しい道をまた見繕ってるんで、ちょっとそこにも行って、走っていこうかな、パンクして、え？いや、大丈夫、大丈夫、この間、帰ったばっかりだ、いやいや、そういう問題じゃないんだ。まあ、その時は確かに。そう、問答無用です。あ、いやば。あ、そう。まあ、楽しく。楽しくね。まあ、いいご飯と、あ、いい道と、観光スポット的なところもね。あ、なるほどね。まあ、一応行った方がいいかな。俺はあんま行きたくねえ。まあ、山だけじゃなくて、やっぱ大分を紹介していかないといけない。そうやな。そう。まあ、大分ラブで。そん通りやな。まあ、ここの絵と言ったら、まあね、あっこのスポット。え、まさかエンジェル君？今日悠々亭には泊まらない。あ、悠々亭じゃない。まあ、悠々亭の近くなんですけど、泊まるところは、はい、悠々亭ではない。あ、ではない、はい、エンジェル君は迎えてくれない。で、あとですね、いざついに、はい、完全に行っちゃいましたよ。お、行ってたね。行きましたよ。たまたま、なんか完全に発生したこの週末なんで。本当よね。その記念も兼ねて、ちょっと普段とは違うスペシャル企画的なね。ああ、偶然だったけどね。偶然なんですけど、そういう意味合いも込めて、ちょっといろいろ普段やらないようなこともやっていこうかな。なるほど。はい。じゃあ行きますか。でもなんかもうだいぶ暖かくなったんで。今日寒いんじゃん。ああ、風が。今日風強いよ。風が強い。そう、ここの上の方って山なんで。そうそう、結構周りもともと寒そう。明日が最低気温がちなみに2度です。マジ？最高が12度。大丈夫かな、俺この服で。まあ、朝方はまあちょっと遅めっていうか、まあまあそうね、チェックアウトギリギリで出てたから、まあ10時ぐらいだから、今日もし雨降ったら軽トラで行こうっていう。そうそうそう、まあ、そういうプランもあったんですけど、なんか無事バイクで行けましたね。行けるようになった。お前さ、はい、ウィッパー！おお、いつからウィッパー？さっきのあの左のところ、あ、箱がつけっぱい。最近忘れがちよ。ちょっと最近忘れがち。いや、俺もそうだよ。最近ね、ウィッパー忘れるんや。なんでやろ。後ろの車に確かにちょっと迷惑。まあ、夜なって意味でいいかもしれない。あ、確かに。こいつ危ねえなんだ。そう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 。俺、下降りたら結構面白そうや。ガールバガール。いや、結構面白そうだよ。だって浅いやん、しかも。浅いね。川の中は結構そこまでゴツゴツしてなさそう。うん、あ、そうなの。あ、ここもいいな。ここなんか土っぽい。ね。さっきはなんか石って感じ。違うんだ。今はここ左の道もな、怪しい。あ、落ちて？今、相良鉄工の脇の道。あの？そう。アイロンオブサガラ？入って10メーターぐらいでもう、未放送になってる。え？
じゃあ今度行ってみますか。これもね、この辺ちょっとなんか地図に載ってない脇道がいっぱいある。あそこの道いつも気になる。いや、そうやろ。あのジグザグ下り屋やな。下り屋やな。止まれんままそのままヘアピン。そうだよ、タイヤが怖え。てっきり慣れてるかと思った。慣れとはいるんやけど、やっぱり怖い。あの言葉が引っかかるんや。強いのに傾けないで。そうそうそう。しかもこの一応ウェットな感じやけどさ、昨日少し雨降ったもん。そうなんや。夜いっぱいな、9時か10時ぐらいすげえ降った。降った降った。あの時ちょうどこ のシートバンク取り付けようったんや。まだ降ってない、今取り付けようと思ったら、うわーっ。慌てて軒下に移動して、あとりあえず昨日のうちにこの固定のベルトだけは締めときたいなと思って。ああ、だって。ここからか。ここか。ここや。あ、ここが。まあ、いつも通りこの寄り道をしながら、こう、聞く方が。よいしょ。アルトリッドやもんな。あ、こう、結構曲がる感じやな。あ、ここね、いつも、いつもこう、進入スピードを間違えて。しかもウェットやな。ウェットでこの葉っぱの水、本体は絶対こういうとこ弱えけえな。よし、ドゥ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 、寂しい夜はごめんだ。こんな女はこんなガラガラな感じ。こんな理想は二度とありえない。むしろよくある。おー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 、マーディー、マーディー、マーディーだね。おかしいな。あるかと。車初めてじゃねえかな。初めてここで出ちゃった。お前が多分当たっとるな。いや、多分当たっとるな。絶対人見てねえけどな、お前。車が見えても車と認識してないなので。まさか車が来ないだろう。それやべえやつやろ。白いけどこれは車じゃない。なんだじゃん。雪だるま。なんかちょっと目がかすんでるんだ。やべえやつや。ちょっと気をつけて、車が来るっていうことが分かった。そう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 。しみ出した。うわ、水が。どうじゃ？水が巻き上がってきた。浮いてた。まあ確かに。かもしれない運転。そうそうそう。水が飛んでくるかも。車が来るかも。かも。こういう道はね、危険がいっぱい。いや、さっき車来ると思う。こう思えな。カーブミラーがない。あったとこ役立たない。曇ってるとか。だいたいこういうとこ曇ってるか、全然違うとこ。そうそこじゃねえみたいな。もうそういうカーブミラー今までいっぱい見てきた。経験が違う、だいぶある。逆に車同士がここで鉢合ったら危ねえよ。どうなるかな。あのスピード同士であんなカーブで勝ち合ったら、やっぱ時間が決まったやつ。そういうこと。ローカルルールが。そう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 。この時間佐藤さんって。この時間佐藤さん。あ、もう人でも方向じゃなくても人で決めた。この時間工藤さん。これを破ったらもうとんでもねえこと。あ、お前ルールを破った。いや、それは確かにします。うわぁ、今日はありそうやな。マジで違う。どうした。いや、このなんか路面の段差でちょっと滑って俺のタイヤさ、段差の時さ、マジでこうボリってずれるよ。多分パターンの間入るよ。ここ右だ。合わせた。もういっそ間違える。急に出てくる。ほら、リントライだ。よし。ちょっと俺、この道嫌いやけど。ここは白い。白いリント。白ファルト。そう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 。おぉ今、ずーっと、落としたんだ。ちょっとここお前先行っていい？ああ、いい。左からじゃあ行く。ああ、俺のタイヤちょっと多分、今一や。走行が高いけん。
だから落ちたらやべえ。もうどっちゅう。俺は今日ありえるぜ。そんくらいはね。お、え、この丸太いいな。丸太めっちゃ積み上がった。実は。これあれか、椎茸材料。あ、そうやな。あの長さの丸太は。このまま前走っていい。あ、いいよ。あ、いい。ボケるとこ後ろから来ていい。はい、ボケる。かわいい。はい、行くよ。3、2、1、はい。実はこうやって撮ってましたね。すいません。今までの時は全部こうやってました。器用やな。あ、100メーター先。あ、これか。これ通れる。通る人。人は寝とんの。あ、そうか。じゃあダメなんか。ダメっす。これどう行くよ。え、どう行こうか。じゃあさっきの、うん、あの道横断したやん。あっこを右行けば行けるんか。自販機やったら休憩しよう。はい。あ、通れます。え、いいの？大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。オッケーらしい。マジで。うん。あ、せっかく言うたんさ。バイクなら、まあ、気をつけて通っていいよ。はい、ありがとうございます。おお。ここでこけたら最悪。いいね。いや、これでも結構危ねえ。ありがとうございます。いやいやいや、いいよいいよ。ああ、いい、最高。いいよいいよ。いや、いいよ。むしろ。ありがとう。むしろありがとう。オフじゃねえ、通れんな。まあ、あの人もこのバイクを見て、うん、こいつならいいだろうって。ファールやった、今やった。いやー、よかった。ちょっと引き返したら、結構引き返したら危険だったけど。あ、そうなる。宮らしいところとかよりも、手前やった。あ、そうか。そうそう。かなり時間ロスするとか、よかった。よかったね。あ、よかった。こっちありがとう。こっちありがとう。理解のあるおっちゃんでよかった。見てるよ。おめえらか。おめえら PA さんか。ないぞ。ありがたいこと。しかもなんか日中もいい感じやん。日中も良くなっちゃう。あれでもガチであんな道するとか滑るな。あれやべえ。あれ下り坂あんやったら多分火をかぶって。よく気をつけて通る言うたやろ。おっちゃんが向こうから来る。話聞いてねえかお前は。お前バイクをお前過信したらダメぞ。今日はついてる。ついてるはず。そろそろ休憩やん。そうやね。どこで休憩しよう。コンビニ。ああ、いいよ。クソのとこどうやったかな。コンビニあったかな。あるある。クソなめんなよ。はい。お前にクソ何がわかんの。クソだよ。あれも久しぶり寒いね。そうやね。最近結構この2、3週間の中で一番寒いかも。そうやな。日露ねえから、日露。前、朝一の時も言うて。そう、そう。あの時。あれ、なんだよ、寒かったから。あの、6月なのに寒かった。そうそう。異常に寒かった。異常に寒かった。あれ、行くかったよな。よかったよ。マジで、こう、グリップヒーターなかったらやべえかった。島村でもええんやろ、言いながら。いいねえ。セールが止まっとるもん。あー。よし、じゃあ、一回休憩しますか。はい。はい。ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、